鈴木浩司が通算4度目の先発でプロ6年目にして初の先発勝利を収めました。今日は交流戦の西武戦、 PL 学園出身の監督同士の対決として注目が集まりました。浩司は2017年のドラフト1位、しかしここ数年は苦しい、なかなか活躍できていないところがありました。さらにこの日はいろいろな条件、悪条件が浩司にのしかかっていましたが、見事跳ねのかし勝利を収めることができました。試合後の本人のコメントでは、先発を言われたのは日曜日の朝だったようです。その日もブルペンに入るつもりでいた浩司、でも空いているのは分かっていたので意識はしていた、しっかり気持ちの準備はしていたとのことです。試合後のヒーローインタビューでは、すごく嬉しいです、しっかりリズムよく抑えられてよかった、自分の持っているボールを信じてしっかり攻めることができたと言っています。浩司はこの先発の3日前、バンテリンドームで行われたオリックス戦に救援として2イニングを投げていました。おそらくこの時点では先発は決まっていなかったのでしょう。そして急遽中2日での先発が決まりましたが、見事調整をしました。そして球場が西武ドームではなく県営の大宮球場で行われました。今シーズンプロ野球は2度目の開催ですが、プロ野球をする上で整備が整っている球場とは言い難いです。例えば試合前の浩司がピッチング練習をしているのがフィールド内のライトのポジションぐらいで、キャッチャーと遠投して肩を温めているという状態でした。グラウンドを見ると、マウンド、あとバッターボックスのところは明らかに直前にグラウンドを整備したというのが分かる状態でした。浩司は入団当初は剛速球で押しまくるリリーバーでした。しかし精神的にもろく、ピンチでフォアボールを連発して失点する投球が多くなり、リリーバー交代となりました。3年前に与田監督から先発転向を促され、今の打たせて取るピッチングに落ち着くまで2年かかりました。